チャンネル？インクルージョン。日曜日なのに今日は本題がない。佐川の主力です。インドネシアアチェでね、作ってきたありがとうサハバという、アチェ語と日本語のゲームあれをね、このアイドルインクルージョンでレコーディングしようと、そういうことですか。はい、トラブルがあります。いやレコーディングはうまくいったんですか。いや実はトラブルがあって、中断してます。アチェがあるスマトラ島にはね、スマトラトラというトラが出るそうですね。トラブルが。トラブルって、レコーディングはまたお預ける。実はね、12月27日が津波の日っていうかね、12月26日です。間違えた。クリスマスの次の日がね、12月26日はね、スマトラ沖地震の日なんですよ。で毎年毎年セレモニーが行われていて、夏だとね、3月11日にあるじゃないですか。判定日。今年でね、16周年になるんですよ。やってるんですよね。でね、僕もね、13周年ぐらいからね、毎年出てたんですけど、今年は出られないですね。この曲をアチェの皆さんにプレゼントしようと思ってたんですけど、間に合うかな。多分この機会が直り次第じゃないですか。間に合わせましょう。じゃあ来週のね、平日レコーディングということでね、やっていきましょう。できたの、インドネシアのアチェの皆さんね、ここにも何度か来ましたね。何度か何人かいらっしゃいます。例えばね、日本高校生までいたというパンリマさん、それからアチェの画家アーティストのねルストさん、それからね、若者で英語の先生がやってるアジジーさん、その他ね、女の子も来ましたね。歌が上手なキティさん、料理が上手なねヌルさんね、あとね、すごくね、新婚さんの結婚したばっかりのね、結婚になってよ、名前忘れた。まあ、いろんな、もうね、延べ人数でいうと10人以上ね、アチェの人が来たんですけどね。アチェの人たちもね、ここに来てね、わあすごいな、インドネシアにはね、インドネシアの方ね、学校、支援学校みたいなのがあるんですよ、支援学級とかね。でもね、学校卒業しちゃうとね、もうほとんどね、こうないんですよ。行くとこない。まあ、ないっていうかね、普通に暮らすみたいな、ね、だから結構ね、障害のある人がね、普通に働いてたりもするんですけど、その一方でね、家から出られないですよね。なかなかお仕事の場所がないっていうことでね、なんかちょっとね、アートインクルージョンでなんかやりたいなと思ってるんですけど。そうですね、支援したいですね、そういう感じに、お互いにね、お互いに支援してやりましょう。まあ、そういう思いも込めてね、ありがとうサハバというこの歌をね、アチェの皆さんに捧げましょう。そうですね、捧げましょう。じゃあ、なんかお一人ずつメッセージ送りますか。津波から16周年で、16年前、あなたはバリ島行ってたんだよね。バリ島行ってました。ちょうどね、スマトラ沖地震のところでね、バリ島行ってたんだよね。はい、ゆなこさん何歳？今何歳？26。今26ってことは当時13歳。中学1年生。何してたんだろうね。タコピーさん、13年前。なんだ、護衛艦乗ってました。古代かな？
トモタロウ自身の話でさ、はい、じゃあ自衛隊で聞いたんですか。そうですね、自衛隊で聞きましたね。あ、確か船に乗ってる時に一言じゃないですね。まあその頃地上勤務だったけど、地上勤務だったね。虹色カレーってどんな味ね。でも一歩間違えば、何でよかった、洋上で、ちなみにみんなで食べよう、もう待てない、あっていたかもしれない。中国の関東の方なんで、あまり発揮方面では行かなかったんだよ。マトラちゃんのね、東日本大震災の時にもしかしたら会場にいたかもしれないじゃないですか。もしかすればね、あっちでね、警備隊の船でね、警備船に乗ってた、あその船が陸に上がって、でそこで保存されてるんですよ。で子供がその上でね、滑り台にして遊んでるんですよ。その警備船のね、船長さんっていう人を見つけたんですけど、会えなかったんだよ。あの会いに行ったらね、なんか出張に行っちゃいました。会えなかったんだよ。もうね、退職されてるみたいなね。初めての。松井さんはその時何歳？僕、多分10歳か11歳か忘れちゃったけど、多分今何歳？今は20歳で。あ、じゃあ7歳。記憶がないな。小学2年生。全然記憶が終わりないな。ないです。ね、小学2年生。サッカーとかやってたのかな。いや、サッカーはやってなかったんですけど、ちょっと泣き虫。泣き虫でした。泣き虫でした。地震が来たら泣いちゃうね。うん、今はないんですね。まあね、こういうね、同じような地震や津波を経験した地域が、アートを通じて交流していく、ね。これからもつながっていきましょう。これからも20周年、30周年ですか。うん、お、なんか高木さんがいいこと言いそうだよ。これからも、20年、30年、40年とも、どんどんこれからも。あ、あとね、ビッグニュースがあるんです。はい、あっちのね、まあ、女性というか若い女の子でね、これピラさんっていうんだけど、まあ、映画撮ってる子なんだけど、東北大にね、来年からね、来るそうです。ほう、来る。で、そのピラさんね、日本語も勉強してるからね、日本語も喋れます。うん、ここにも来てくれるんじゃないかな。うん、行きましょう。うん、無理でもよ。ありがとう。ね、そうですね。ちょっと今も付き合いしてる。じゃあ皆さんまたしましょう。さようなら。ね、さようならね。参拝順番ね。参拝順番。参拝順番。